はいどうもデクシです、今回はファイターズフローという、ジムに来ております。そして総合格闘家の渡辺香菜さんとコラボが決まりました。お願いします。お願いします。おっすなんていやわかんないです。初めましてお願いします。今日はよろしくお願いします。今回はですね、はい、渡辺香菜さんと瞬発力対決したいと思います。さあ大丈夫ですか？自信しかない。本当ですか？はい、瞬発力テスト、瞬発力勝負3本、そして僕がオリジナルに考えてきた勝負もありますので、はい、そちらを一緒にやってほしいなと。はい、ぜひお願いします。お願いします。では早速やっていきます。はい、まず1本目の勝負、見切り切りでございます。見切り切り。見切り切り。忍者の方と修行しまして。ガチ忍者です。その方に、この修行があるというふうに学んできたものをやろうと思ってます。忍者の修行。そうです。で忍者曰く目をつぶってこうやって構えます。で後ろの人にはポン叩いてもらいます。殺気とか筋肉の動きとかで見てないんだけど分かる感じるようになるんですよ。集中すれば。はい。で来たなと思ったらパンって止めることができるらしいんです。忍者曰く、はい、かっこいいですね。僕もその境地に来てると思うんです。それもやりたいなと思います。やりましょうやろうよ。じゃあ先方どうしますか？じゃあ私叩いていいですか？あ、じゃあ僕ここに行きます。完全に下向いて目をつぶります。フェイントとかはしてない。あ、そうです。フェイントはなしで構えた状態から振り落とすのみでございます。で僕はパチッと止めるということで、じゃあ1本目もいいですか？はい。じゃあ準備 OK ですか？はい。僕が用意スタート。まずまだそれないです。しゃー。まだ始まってない。さすがにあそこで気配は取れないです。あ、なるほど。ちょっと急ぎすぎ。僕はカナさんの気配を感じ取るんで。はい。構えました。これ集中しないとわかんない。集中するから感じ取れる。今ちょっと入ってきました。でちょっと。集中を、はい、引き出しますね。これできるんですか？いや交代しますか？ちょっと交代します。でもこの空間が動いてる。空間の歪みが。あ、来た。すぐ。ちょっと私はあれですね。ちょっと集中する時間もらっていいですか？あ、いいですよ。もう準備できたら教えてください。膝痛いから座り方変じゃん。お願いします。いきます。おお。でもわかりました。今なんとなく防げましたね。はあ。ちょっと何回も言っちゃったけど、カナさんにできて僕にできないわけがない。ちょっと勝負します。じゃあお願いします。いっ参りました。あれ今日一いい音だった。今日一いい音だった。しなってましたね。びっくりしちゃったよ。はい、2本目です。なんて、もう一回いいですか？はい、2本目勝負。2本目はですね、これちょっと目隠しをしてもらって、はい、で、今腰にハンカチをちょっとしてるんですけども、これを僕はバレずに取る。そしてカナさんは気配が分かったら僕を打撃で守ってください。わかりました。さっきやった気配。いたらもう遠慮なく言ってください。はい。経緯はなしです。経緯あり。膝認められております。っていうのはやりたいと思います。サッカーボールキック認められた。サッカーボールキックがちょっと怖い。もうやりましょう。それやりたいと思います。はい、目隠しをしてもらいました。まだ準備は大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあちょっと案内します。はい。じゃあここからスタートです。どっちもいいですか？こっちで。で、僕はここからスタートします。どこ？ここからスタートしますので、はい、よーい、スタート。りしましたね。いやー、全然、ちょっと見るの楽しいです。あ、そうですか。どこにいたんだろう。じゃあ私が案内します。はい。え、じゃこれ、酔いそう、これ。ここら辺で。もう気持ち悪い、これ。お願いします。じゃあ私はここから。やりますね。はい。いきます。よーい、はい。どうなりますね。結構バレてますよ。今左。動きすぎ。え、でも結構捉えられてますよ、自分。反応してましたよ。はい。楽しいですね。もう一回やりますね。はい、今11なんで、次はもう一本だけ時間を決めて次はやりたいと思います。20秒以内に取った方が勝ち。やりましょう。じゃあ僕がさっきや高校で守ります。はい、カナさん攻めてやっていただいて。はい、じゃあ5秒前からいきますので、はい、お願いします。あー、カナさん見えてますわ見えてますよ、そこにいるのは。あっいってすごいな、これ。次勝ったら2ポイントにしましょう。あ、3ポイント。5億点。逆転方式の。これ僕オリジナル考えてきたんで、ちょっとやりましょう。オリジナル。ちょっと鬼滅の刃のお茶取りの特訓をちょっと参考にしてるんですけど、それでやりましょうか。やりましょう。お願いします。はい、3本目僕が考えてきました。はい、タッチ&プルをやりたいと思います。タッチ&プル。ルールは簡単です。はい、コップを引き切ったら勝ちです。引き切ったら勝ち。はい、で、両方引きはなしです。これなしです。片手で引く最中にタッチされたらタッチしてください。これはもうこのコップは引き入れないで、こっち持ってきてタッチされたらこっちで、引く最中にもタッチされたらもう戻さない。で、2回こうやっていくうちの中で倒しちゃうんですよ。コップを倒してしまったら待てが入ってもう一回最初から2回目倒しちゃったらカナさんのポイントになる。だから倒さないように攻防をしていくというゲームです。これを5点マッチで先に5点取った方が勝ちというのをやりたいと思います。うわー、ちょっとまあやってみますか。軽くやってみましょうか。はい、じゃあ今言いました取る方にばっかり行きますね。取る方に集中したら逆に取られるし、タッチしたら取られるし、だから守りも。そうでしたね。攻めと守りの攻守の切り替えを常に続ける、このタッチ&プル。あっ、ということです。それではお願いします。いざ尋常に。全日本タッチ、今のところタッチ&プル全日本チャンピオン。じゃあその挑戦者としてタイトルマッチです。よろしくお願いします。はじめ。うわー、1-0。はい、いきますよ。はじめ。え、うまい。普通にうまい。うまいね。本当はこういう攻防になっていくんですけど、迷いがないからうまいわけじゃないと思う。なんだろう。はい。始め。ああ。3ですよ。始め。わあ。始め。すげえ。やってほしいわ。はじめ。こぼしましたね。今こぼしましたね。なのでマッチポイント。うわー、はい、ありがとうございました。やっぱ結果何やっても強いカナさん強いということが分かりました。もうなんか見えなかったですもん、コップ忍者なんですよ取られてるやん忍者なんです。この後ですね、ファイターズプロさんのチャンネルで、レスリングをやりますので、はい、そちらの方もよかったらチェックしてみてください。お願いします、はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。僕も頑張ります。これ鍛え直します。これいつかリベンジさせてもらう。もうぜひぜひいつでもそれまでまた磨いてきます。ああ、違うっす。やっぱはいそれじゃあまた